この行列に並ぶ男の名前はジェイポン。13日の金曜日になると殺人鬼に変貌する恐ろしい男。ジェイポンにはどうしても復讐したい相手がいた。奴らの名前は鷹の爪団。これまで好き放題されたり放置プレイを受けたりで散々新さんを舐めさせられた。しかし今回の本気度はジェイポンシリーズ史上最高と言っていいだろう。なぜなら今日は3、4年に一度しかないと言われる13日の金曜日に仏滅が重なった超アンラッキーデー。鷹の爪団に復讐し奴らを葬るのにこんないい日はない。この日のためにジェイポンは自身の殺戮の方法を見直した。というより武器を振りかざすだけの時代遅れの殺人鬼としてヤフーニュースのコメント欄で笑われていることを知ったのだ。だからジェイポンは流行を必死に勉強した。手始めにこれまでの武器を全てメルカリで売却、さらにペイペイで即効性の猛毒を購入。これをタピオカミルクティーに混ぜ鷹の爪団に飲ませるところをインスタライブと YouTube ライブで生配信する作戦を思いついた。鷹の爪団には今日超人気店のタピオカミルクティー持っていくから朝までタピろうとすでに Twitter の DM で連絡してある。貧乏臭い奴らのことだ。きっとテンション上げみざわで待っているに違いない。これでもう時代遅れなんて言わせない。今日仏滅の13日の金曜日は世界が新時代の殺人鬼としてジェイポンを認識する記念日。待っていろ鷹の爪だ。ジェイポン来ませんでしたね。なんてやつじゃ。